ってんじゃねえてめえ。ママ帰らなくていいのか。桐生さんを待ってたの。はるかちゃんの話結局途中のままだったから。いやしかしもういいのか。私なら大丈夫。突然のことでいろいろびっくりしちゃっただけだから。そうか。痛えだろバカ野郎。なあなあ覆面よかったろ。ちょっ、ボイスさん空気読んでください。あ、気にせずどうぞ。何やってんだこの野郎。それで、ハルト君の父親が誰なのかって話だったと思うけど。ああ、心当たりがあると言ってたな。え、それ本当ですか。うん、私ね、辰川くんがハルト君の父親なんじゃないかって思うの。は？誰なんだ。俺の幼馴染で一緒におやっさんの杯受けた兄弟分です。広瀬一家の組員なのか。いや、それがずいぶん前に組抜けまして。清美さん、なんで立つかじゃって思うの。ちょうど遥香ちゃんがこの町からいなくなる少し前に、立川くんうちの近所で誰かと電話をしていて、こう言っていたの。産んでも絶対二人とも幸せになれない、下ろすべきだって。下ろすって赤ちゃんをですか。そうでしょうね。もしかしてその時の辰川の電話の相手が遥香ちゃんじゃった言うんで。もちろんその時は辰川くんが誰と話してるかわからなかった。だから嫌な話聞いちゃったくらいに思ってたんだけど、でもその後姿を消した遥香ちゃんがハルト君を産んでたってことは。その辰川は今どこにいる。ここを出てく前、東京に行ってメジャーになるとかなんとか言ってましたけど。ん？音楽か何かやってたのか。いやさっぱり。とにかく東京行ったらビッグになれるとでも思ったんじゃないですか。辰川じゃったらカムロ町でホストやっとるで。ホスト？田頭、踊りなんでそこあんなこと知っとんねや。わし、あいつと SNS でつながっとったけ、東京に行った後もちょくちょく近況報告受け取ったんです。は？なんで俺に知らせずにお前にだけ教えてんの。マジ意味わかんねえ。田頭、そいつと連絡取れるか。いやそれがここ最近全くの音信不通で、メッセージ送っても未読のままなんですわ。多分携帯変えたんじゃないかの。そうか。はっきりしたことが分からなくてごめんなさい。いや、手がかりがあっただけでも大きな前進だ。カムロ町か。ハルト、もう少しだけ待っててくれよな。